で続いてはね、不思議な面白そうななんか変な人出てきます。面白いです。会う人が見つかったと思えばうまくいかないとか別れなくちゃならない。埼玉県の本橋和美さんは15年もの間最悪の男運が続いているといいます。それは占いによって告げられた宿命なのでしょうか。その始まりは15年前。ありがとう、早速つけてくれたんだ。もちろんだよ。どう、似合ってる？会社員だった和美さんは取引先の男性と交際3ヶ月。この人に会うために生まれてきたとまで思って、去年でも明日でも結婚したいと思うぐらい好きだったんですよ。占い？婦人会でね、すっごく流行ってるのよ。お母さんも行きたいんだけど、何せ渋谷でしょ。当たるの？びっくりするくらいよく当たるって評判なのよ。お願い、和美ちゃんも一緒についてきて。和美さんは軽い気持ちで恋愛運でも占ってもらおうと渋谷を訪れました。まさかそれが15年間もの悪夢の始まりになるとも知らず。ようこそ占いの館へ。不思議を醸し出した方で、なんか見るからに当たりそうって感じだったんです。占い師に圧倒された和美さん、母親の後自分の恋愛運も占ってもらうことに。うわ、なんか嫌な感じの絵ばっかだな。うわ、これって死神？あんた男運が悪いですね。今の彼氏は遊び人みたいですね。私は全然遊び人とは思ってなかったから、まさか彼がそんなバカなみたいな、私は彼を信じるみたいに思っていたんですけどね。数日後。大変だ、和美の使ってる銀行が危ないらしい。え？小田中銀行潰れるって噂を営業先で聞いたんだ。預金結構してるんじゃない？うん、俺にそのお金渡してくれたらすぐに安全な銀行に移してあげるよ。でもそんなの教えてくれれば自分で。大丈夫だよ、俺に任せて。ほら、結婚資金とか子供の養育費とか一緒に未来の準備をしていきたいんだよ。誠実でしっかり者なんだもん。占いの結果なんて外れだったのよ。和美さんは信頼できる彼に貯蓄の300万円を託すことに。しかし、おかけになった電話番号は現在使われておりません。嘘でしょ。まとまったお金を手にした彼はなんと突然音信不通になってしまったのです。いつも一緒にいたかった、隣で笑ってたかった。彼はまあドロンっていうか、まあ、私も悔しいは悔しいけど本当に立派で終わっちゃったんです。占い師さんの言ったことは最終的には当たってしまったかなっていう。しかしこれはまだ序章に過ぎなかった。和美さんの男運の悪さはこれからさらにエスカレートしてしまうのです。あんた男運が悪いですね。謎の占い師に男運が悪いと告げられた和美さん、結局その占いの通り彼氏に騙され逃げられてしまったのです。いつまでも抜け殻のようなままじゃダメですよ。お母さん、お見合いの花一人つけてきたの。
半年間恋愛から遠ざかっていた和美さんに舞い込んだお見合い話。実は僕、今日の話お断りしようかと思ってたんです。でも勇気を出して来てよかった。だってこんな女神みたいな人に巡り会えたんですから。立花さん、経歴も素晴らしい方で、文句のつけようもないような方だったんですけど、お母さんの太鼓判付きだし、今度こそ私幸せになれるかな。しかし気がかりなのはあの占い。和美さんは前向きな結果が出ることを祈って再びあの占い師のもとへ。ようこそ。自分が前切って死神が出たなんてことを言うとカードに影響しちゃうかもしれないから、あえて何も言わずに座って占ってもらったんです。なんと再び悪魔と死神のカードが。占い師さん、私前にもここに来たことあるんですけど、これあの時と同じ結果なんです。あなたは男運相当最悪ですね。また同じ結果になってしまって最悪。前向きになろうと思ってまた来たのに、なんてこと。どうしたらいいのって思いましたね。そんなバカな話ないって。そう信じない信じない。一週間後、和美さんは彼の家での食事会に招かれました。なんだか遅くなってしまったので今日はこの辺でおいとまさせていただきます。和美さん、僕の部屋でコーヒーでも。どうぞ息子の部屋に行ってやってください。ねいいでしょ。ね、和美さん、これ裸にエプロン、ね、これをこうやってこうやってね、僕ね、ずっとこれをね、触らない、してもらうのがね、お願い、いいでしょ、いいでしょ。おかしいんじゃないの。素敵な人で、あ、やっと見つけたと思ったんですけどね。やっぱりそういうことなの。これって悪魔と死神の仕業。その後も男性は現れましたが、例えば友人の紹介のエリートな彼は。嘘でしょ。その友人との浮気が発覚。また公務員の実直な彼は、妻子持ちであることが判明。さらに情熱的なショップオーナーはストーカーに豹変。何人かとは付き合ったんですけど、やっぱりあんまり長続きはしなくて、ろくなことなかったですね。そして時は流れ、和美さん現在38歳、いまだにいい男性に巡り会えずにいます。これだけデートもして男性にも会って、でもうまくいかないっていうのは男運がないかもしれない。